ハロー YouTube ニーハオヨークワン林中です。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、中国の、不動産の話と聞くと、プッとなってしまうバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、ですね、今日もね、定期的に出てくるランウェイ、ランウェイローっていうんですけども、要はですね、最後、グダグダになった、ビルディングということで、ランウェイローっていうんですけども、動画見ていきましょうね。はい、こちらです。はい、始まりました。はい、はい、これですね、途中まで建てて、建てるのやめちゃったビルということですね。いつになって、ここに住めるようになるのか、部屋の鍵くれるのかわからないということですね。はい、これは上海でも途中まで作って止まってしまったと、そういう話ですね。彼はですね、2018年に、山西省で買って、53万元頭金払って、全額で、133万円なんですけども、2018年の8月31日に、鍵くれるって言ってたんですけども、デベロッパーと、下請けが、トラブルを起こして、今まで何も、鍵とかくれないと、80万元借りてて、月に3400元とか返しているっていう話ですね。それでね、どういうふうに生活していいかわからないと、だいたい月に、6000元ぐらいしか稼げてなくて、マンションの、そのローンが、毎月3900元 で他に借りてる、部屋が2000元ぐらいで借りていて、子供も、どうやって、学校に行けないし非常に困ってると、そういう、話でした。はい、以上ね、動画だったんですけども、こういった現象ね、中国中で、ここ数年ね、起こってるんですよね。お金は頭金は払ったと、でローンは組んだと、ね、だから期限ね、例えばね、来年には鍵あげるよと、住めるよと、そういうふうに聞いていたんですけども、実際にその時になってもね、鍵をもらえないと、住める状態ではないと。それでね、1年が過ぎ、2年が過ぎ、住める状態ではないんですけども、もう頭金を払ってるし、ローンを組んでるし、そのローンに対してね、毎月の返済はね、していかなくちゃならないと、そういった状態になってね、そしてね、その部屋に現状住んでいないので、中国ってね、学生っていうのがあるんですよ。そこに住んでることによって、そこの地区のね、学校に通えるっていうのがあるんですけども、そもそも住んでないんでね、自分のね、子供もそこの学校に通えないと、そういったね、状況になってるんですよね。はい、これに対するね、中国の、ネットユーザーの反応なんですけども、だから先に売るのをやめろよと、先行販売というの、予約販売か、予約販売、やめろよと、部屋ができてから売れよと、そういうふうに取り決めしろよと、そういったね、意見がね、見られましたね。それでね、政府は構わないのかと、この国は法治国家ではなかったのかと、我が国ではどんなことでも起こるなと、で俺のところでもその同じようなことが起こっていて、ピンチだよと、法治国家になるまで、まだ道は長いなと、俺のところもこのランウェイ、ランウェイしてしまったと、もう2年間だよと、2年間ね、ローン払いながらね、どっか外にね、部屋借りてね、住んでるんですよね。このランウェイって、だからこのグダグダになった時には一体ね、どうやって解決すればいいんだと、じゃ銀行はちゃんと管理しないのかと、そういったね、たくさんのね、あと、この話をなんかみんなに伝えろと、そういうリツイートしろと、そういうふうな、意見が見られました。
まあね、何でも言ってる通り、僕はね、中国国内で、マンションを買うやつは豚なんですよ。家という漢字は屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内で、マンションを買うやつは豚っていう意味なんですよね。でもですね、中国国内では恋愛感情を持たない中華メス豚というのが大体9割を占めていて、オス豚のマンションと、交配と繁殖の権利をね、トレードするシステムになってるんですよね。それでね、マンションを買わざるを得なくなって、みんなが買わざるを得なくなって、持ちマンション率がね、9割ね、持ち家率じゃなくてほとんどマンションなんで、持ちマンション率が9割と。それでね、値段がね、高騰してしまって、さっき言いましたよね、月、6000円、しか稼いでないと。で、月々のローンが3900円だって言ってたじゃないですか。これ大体だから、3分の2ぐらいね、彼の場合ね、払ってるんですよね。大体ね、7割ぐらい、年収のね、7割ぐらいをマンションのね、ローンにね、当てていて、3分の2とか7割ぐらいね、当てていて、カツカツなんですよ。で、本来的にその残りのね、3分の1とかで生活をしていかなくちゃいけない状態なんだけども、なんかトラブル起こるとね、病気になったりとか、なんかトラブル起こったりとか、事業が失敗したりとか、失業したりとか、いきなりね、何らかの原因でね、投資が失敗したとかね、投資できるのかな、失敗したとかね、そういった出来事が起きると、もうあっという間にね、生活がね、破綻してしまうんですよね。それでね、住宅ローンが払えなくなると、今度はね、貸し剥がしでいいのかな、だから、マンション取られちゃうわけなんですよ、銀行でね。僕ね、周りの、中国人とかに言ってるのが、だからそのローンを払い終わる前までは、お前のものじゃないんだよと、本当は。いつでもその銀行にね、取られる状態なんだよって、だからそれ忘れんなよって、だから買うなよって通貨って言ってて、その学校に行ってね、いい学校に行って、いい学校出たところでね、そのマンションにかかった金よりは全然コスパ合わないんですよ、そこから出てくる給料がね。だから全然意味がないのに、みんな買うって、これね、恐ろしいもんでね、教育って恐ろしいもんなんです。そういうふうに、教育されてるか、もう先天的にぶっちぎりで頭がいいか、どっちかなんですよね。これがね、きちんと、賃貸と、買うのどっちがコスパいいか考えなさいよっていうふうに、子どもの頃からね、親に教えられていると、これ実際に香港人、台湾人そうですからね、同じ、文化圏ではあるんですけども、必ずしもマンションは買わなくていいっていうふうに、教わってますからね、彼らはね、ちゃんとね。そんな感じでね、なんつうかな、やっぱね、貧困は連鎖するっていう、そんな感じの話でした。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。ついちえん。